どうもこんにちは。こんにちは。エネゴリ君シリーズです。ちょっと渋滞で1時間ぐらい待たせてしまって申し訳ないところです。で今回は、3軍ピストンを2人でやってみたいなと思います。で、前回ちょっとエネゴリ君は水分不足で途中でかなりバテてしまったんで、今回はですね、目標タイム5時間半で行こうかなと思います。それでは早速行ってみましょう。この前はゆっくり行って7時間30分ぐらいなかった。え？5時間切り、なかなかきついよ。頑張ろう。とりあえずホーマン山頂までは40分ぐらいで行きたいね。これきつい。林道終点10分20秒くらいか。はあ、階段地獄や。きついね。22度くらいかな今日は。ということで今日はエネゴリ君先行で煽り運転をしていこうかなと思います。車運転での煽り運転はダメやね。ダメ絶対。それどころじゃない。階段にやられてます。痛い。今まだ 1.7 キロ。最初の1キロちょいまではすごいいいペースやったけど、この階段と20度超えの暑さにちょっとやられてはね。まあ20度ちょいで暑いとか言ったらこれから先出れんね。1.8 キロしかまだ経ってないけど、エネゴリ君に昇格症状が吐きそうということで、朝のマックと菓子パンだろうという結論に至りました。まあ無理せず行こう。顔が怖い。もう早い人はとっくに山頂に着いてるっていう悲しい現実やね。あと5分あれば行けますよ。行こう。桜の中行こう。走って。44分40秒ホーマン山。やつ、いける。いいよ。ここはちょっとね、急ぐと危ないね。こういうところが苦手なエネゴリさん。お、滑る滑る。ちょっと濡れとる。53分ちょうど。仏頂山、仏頂山。
来て、下り走ってますね。いける。トレイルがね、ずっと続いたらいいのに。おいよいよ。本当はやらんでもいいけど、3軍1時間15分45秒。楽勝っすね。きつそうやな。1時間41分40秒嫌になる登りやね。ああ、毎年しか次は。毎年かな、着いたかな。違う、さっきのは前か。さっきのは前年で、こっちは年。816メートル。1時間49分30秒。まあ、いいペース。近かった鬼岩谷。時間は右ね。1時間57分ジャスト。あとは若すぎだけ。お、ちょっとヘロヘロ感が出てきとるね。今、消去峠に向かってるんですけど、前回、ねごりくんとピストンしたときは、もうこの、往路、違う、往路か、往路の鬼岩谷過ぎたあたりからもうだいぶ遅れ出してきてたんですけど、今回はかなりいいペースで走ってますね、まだ。ただ、まあ、自分でも言ってるんですけど、10キロぐらいが壁と。行ってるんで、ポイントは今回ピストンなんで袋が問題かなと思います。2時間9分30秒調整横断注意。よし、往路最後の登り。これを登ったらおやつタイムだ。そうだね、補給しよう。はい、頑張りましょう。はい、じゃあここで待っとくね。走れなくなってきた。まだ往路、今後の体力回復に期待やね。次見えた。うわ、きつい。おっと、3軍はガスの中。
着いた。会いたかったぜ。バカすぎ。2時間34分20秒。エネゴリ君はもう少し。あとちょっと。2時間35分ジャスト。半分終わったっていう現実が辛いね。もう今から帰らせていただきます。登りたくない。まあ残念ながら登りがまだある。5分ぐらい休憩して行きましょう。スタート地点に戻ろう。このまま行けば目標5時間半いけるかな。あと3時間弱あるもんね。目指そう5時間半。よし、じゃあ今日の目標帰るぞ。やっぱり後半エネグリ君大幅にペースダウンしましたね。ダメ。ちょっとエネグリ君のスタミナが切れちゃったみたいなんで、帰りはもうタイムを意識せずジョグ感覚で自然を楽しみながら下ろうかなと思います。さあエネグリ君は全然見えなくなっちゃいましたけど、この三群ピストンは正家から鬼岩谷山っていうところまでが結構きつい。正径が 500m ぐらいの標高なんですけど、鬼岩がどのぐらいかな、800弱ぐらい、そこまで結構急登を繰り返しながら高度を上げるというような感じですね。こんにちは。あ、戻ってきました。3時間24分30秒この前の追加して、ここで悪入りを、そうね、早めの水分補給を。ガスってきた。ちょっと一人でこういうところ走ると不気味ですけど、二人だと安心ですね。3時間35分50秒。ちょっとエレゴリ止まってきましょうかね。さあ、もう3分の2は終わっとうよ。いや大丈夫、登っとうけん。トリシャマエネゴリーヌ3時間37分ジャスト。水分補給は OK。 足はさあ、トリシャから次の前トリシャまでは結構激下りです。足をね使う。長距離だとちょっと下りもセーブしないと後半まで足が持たないんで、ああ無理、無理せず行きましょう。真っ白、まあ真っ白言い過ぎか。でも気温が低くて今日はこれぐらいでよかった。狭い路地結構近い。805m。時間が3時間44分15秒。待ってきましょう、エネグリ君を。めっちゃ怖い顔になった。
大丈夫、水分は、はい、ちょっと休んでもいいよ、いいよ、はい、よし、いい感じ。ねごりくんの希望で三軍ちゃんと頂を踏みたいということなんで、三軍山頂でねごりを待っときます。うん、ああ9時間18分15秒三軍2回目登頂です。どんぐらいで来るかな。三軍過ぎてちょっと限界ということでタイムアタック中止です。ハイキングで帰ります。真っ白、エネゴリさんの体調不良で宝満山に戻ったのが5時間18分50秒。きついね。あとは下るだけやん。感動のゴールです。ああ、ゴール。タイムは6時間5分54秒。はい、辛そうだね。いやいやいや、調子が悪かったけど仕方ないね。あー、疲れた。前回もちょっと、エネゴリ君、この三軍ピストンで熱中症っぽくなっちゃって、この重装にいい思い出がないということなんですけど、3回目頑張ろうね。リベンジします。うん、そして水上村、めっちゃ不安やけど、完走しましょう。はい、頑張りましょう。はい、ということで今回は、グダグダ三軍山ピストンしてきました。これからもいろんな動画上げるので、よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。